こんにちは、ダイスです。今回は公式からのポケモン配布についてお話ししていきたいと思います。先日開催されたポケモンバトルの世界大会ポケモンワールドチャンピオンシップス2022で開催記念として幻のポケモンビクティニの配布が始まったと動画にしましたが、もう受け取ってる方も多いと思いますが、実は幻のポケモンの配布もう一つ始まっています。それが何かというと、ポケモン映画25周年のポケモン映画祭です。劇場の配布で各劇場数量限定にはなっていますが、ポケモンの配布が始まっています。開催自体が8月の11日から9月の8日までということで、今回のポケモン映画祭では3作品、人気があった3作品の上映が開始しています。8月11日からはポケットモンスター水の都の守り神ラティアス・ラティオス、そして2作品目、8月の19日からは七夜の願い星ジラーチが始まってます。3作品目はリアルガ対マルキア対ダークライです。全部できれば見たいです。そして2作品目の七夜の願い星ジラーチでジラーチの配布が始まってます。作品自体見たことあるという方も多いんじゃないかと思うんですが、幻のポケモンジラーチの配布は8月19日の上映で、上映に行った時にシリアルコードでゲットできるものになります。各映画館で数量が決まっているので、早めに行かないとなくなるところもあるかもしれません。受け取りソフトはソードシールドで、シリアルコードの有効期限が9月30日までで、どんなジラーチかというと、親の名前が願い星のジラーチです。プレシャスボールに入ったレベル70のジラーチ、この子がゲットできるっていう感じになっています。ジラーチの個体詳細については、願い事ポケモンのジラーチは鋼エスパータイプで、性格は全て共通、臆病の性格の子が配布です。特性は天の恵み、持っている技がコメットパンチ、サイコキニス、眠る、願い事、持ち物に彗星のかけらを持ってます。もうすでに受け取ったっていう方もいるんだと思うんですが、8月25日まで七夜の願い星ジラーチの上映が決まっています。その後9月2日から9月8日までの1週間は3作品の日替わりでの上映になるので、この期間に見れなかったっていう方はまだまだチャンスがある状態です。ただし上映の劇場配布になっているシリアルコード自体がなくなってしまうと終了になるので、映画館に行く際にはシリアルコードが残ってるかどうかっていうのを確認するのも手だと思います。見に行く予定の劇場にシリアルコードが残っていなかったっていう場合でも、他の劇場には残っている場合もあります。なのでお近くで見に行けるところには聞いてみるっていうのもいいと思います。何にせよジラーチの配布自体が最近でもブリリアントダイヤモンドシャイニングパール内でゲットできたりっていうのもしてたんですけど、劇場配布は当時七夜の願い星ジラーチが公開された時以来になるので、本当に久しぶりで、25周年ならではの特別なポケモンですね。ちなみに七夜の願い星ジラーチ、どんなストーリーかというと、1000年に一度7日間だけ現れるという千年彗星がよく見える移動遊園地ポケモンパークで、サトシたちはバトラーという人気マジシャンに出会います。そこから物語がスタートするという形なんですが、マジックショーの中でマサトだけにアシスタントのダイアンが持つ眠りの眉の声が聞こえてきます。アドバンスジェネレーションの1作品目ということで、当時アニメでも登場していたマサトに聞こえてきたその声がまさにジラーチの声だったというところが本当にびっくりするんですが、かなり感動する物語です。幻のポケモンジラーチ、マサトの手の中で千年の眠りから目覚めます。千年に一度目を覚まして願いを叶えてくれるって言われている幻のポケモンジラーチを自らの野望のために利用しようとしていたのがバトラーです。物語はこのメンバーで動いて進んでいくという形で、上映ポスターにもポケモン映ってるんですが、アブソルが出てきたり、あとは寛容が確か出てこなかった気がするんですけど、グラードンが出てきたりもうしてます。
本当にね感動するんですよ。この作品過去作で見た中で私一番泣いたかもしれません。ちなみに今回幻のポケモンとか伝説のポケモンの配布もあるんですけど、3作品共通でサトシのピカチュウワールドキャップもゲットできます。他にもスペシャルタグのメザスタのピカチュウだったりももらえるようになっているので、欲しいなっていう方はぜひ早めに見に行くようにしましょう。今後上映される3作品目はディアルガ対パルキア対ダークライです。2007年に上映されたこちらの作品、これも私エンディングでかなり泣いたんですけど、本当にね感動するストーリーなんですよ。見たことあるっていう方も多いとは思うんですが、今一度ストーリーのおさらいです。ポケモンコンテストに参加するためにアラモスタムへやってきたサトシたちは、街でアリスっていう可愛い女の子に出会います。このアリスさんに街のランドマークである時空の塔や水と緑が豊かな綺麗な庭園に案内されて、すっかり観光気分のサトシたち。そこで一行は何者かによって庭園が荒らされているのを発見します。物語はここからスタートします。そこにやってきたのはこの街の有力者アルベルト男爵。アルベルト男爵はご存知の方も多いと思いますが、ちょっとね面白い姿に変化するんですよね。庭園を荒らしたのは幻のポケモンのダークライの仕業に違いないっていう風にこの男爵は自信ありげに語ります。やがて不気味な影の中からサトシたちの前にダークライが忽然とその姿を現すということで、パルキア対ディアルガ対パルキア対ダークライで、ダークライ初登場したのが確かこの映画だった記憶があります。本当にねダークライめちゃくちゃかっこいいんですよ。ディアルガとパルキアといえば、まあ、ダイヤモンドパールですよね。そうなんです、この映画アニメポケットモンスターダイヤモンドパールの時代に上映された作品です。映画の中でオラシオンっていう音楽が流れるんですけど、本当に名曲なんですよね。かなり泣けるシーンで使われるんですけど、見たことある方はもうご存知だと思います。本当ここでもう号泣です。9月の2日から8日までの1週間はこの3作品が日替わりでこう上映されることになっているので、期間中に見に行けなかったっていう方はまだ行けます。はい、で上映館のリストに関しても公式の25周年のポケモン映画祭の公式ホームページに載っかってるので、そこから確認して見に行くといいと思います。ゲームで受け取れるのがソードシールドになってるのもちょっと気をつけないといけないですね。あ、ちなみに言い忘れました、ディアルガ対パルキア対ダークライだとシールドでディアルガ、ソードでパルキアが受け取れるっていう感じで、ここ分かれてるので注意が必要です。シリアルコードがどんな感じで入ってくるのか分からないんですけど、どっちのソフトも遊んでるよっていう方はもしかしたら2回見ないといけないのかなっていうのもちょっと気になっちゃいますよね。以前配布があったものだと2つシリアルコード書いてあるけど、使えるソフトが1個ずつしかないよっていう風になっていて、片方しか持ってないっていう方は余っちゃったりしてた記憶があるんですが、今回はどうなんでしょう。2つついてると嬉しいですよね。ちなみに映画館開催期間中に見に行けなかったっていう場合でも、ポケモン映画ってインターネットのサービスで確かですね、歴代ポケモンAmazon プレミアムとかだったかな、公開があるはずなので、探してみるとお家にいる状態でポケモン映画が楽しめたりするので、どうしても見たいっていう方はね、そちらも探してみるといいと思います。同時上映のピカピカ星空キャンプとか、あの秘密基地とか見た記憶ないので、これも見たいんですよね。はい、なんてお話をしながら、今回はポケモン映画で配布になる幻のポケモンジラーチのことを中心にお話ししてみました。まあ、今年の夏かなりですねポケモンの配布が多い夏になってるんで、25周年も含めてスカーレットバイオレットが発売になるまでまだまだ楽しくポケモンを遊びながら待っていようと思います。この動画が少しでも良かった方は高評価のボタン、チャンネルのご登録、コメントよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた See you!